よろしくお願いします。よろしくお願いします。久しぶりになりました。江端美月。江端瑠衣です。僕たちは12歳の頃からキックボクシングを始めていて、うん、この新日本キックボクシング、伊原道場に所属して、ここまで戦わせてもらっていて、この新日本キックボクシングというのはもともと野口治虫さんが、このキックボクシングを日本発祥で立ち上げて、で、その野口治虫さんから、伊原、僕たちの師匠である伊原会長が受け継いで、やっているジムで僕たちはずっと戦っています。この伝統のあるこのジムで、一番ね、この伊原道場で真髄としているのが基礎。この基礎がちゃんとしてるから強いんだっていうものをやっぱり伊原道場はずっと言っていて、その中で僕たちは育ってきていたので、今回から始めていくのは、このキックボクシングっていうのは、ザ・キックボクシング、ハンドルキックボクシングだね、を、基礎を、僕たちが世界中の人たちに、紹介していきたいと思います。まあ、日本人にももちろんなんですけど、このキックボクシングと日本発祥でこう作られていてね、でそれがこう多くのこう人たちにも知ってほしい。で、僕もルイもね、あの海外に行ってこう戦ったりするんだけど、なんだこの形はと言われることはとてもすごく多くて、でもこれはキックボクシングというのはまあ知られているようで、まだまだ知られていない。そうだね。でも、オランダ行ったり、あのイタリア行ったり、あのヨーロッパでキックボクシングをね、うん、やってましたけど、まあ、行くたびに、あの、空手だったり、K1 だったり、知ってる人はいたけど、やっぱりそのキックボクシングって、ワードをこうあんまり聞くことがなかったので、あの僕たちはキックボクシング、まあ、武道からね、しっかり、あの、伝統を受け継いでる、あの、競技なので、それを僕たちが伊原会長に教わって、ね、キックボクシングとは何ぞや、みたいな。うん、12歳から教わってきたので、そこをしっかりこの動画でね、うん、あの世界中の人たちに、キックボクシングを分かりやすく、うん、そして今日ね、あの自宅で撮ってるんですけど、うん、今コロナ禍の中なかなかジムに行けなかったり、うん、外に行けない方はたくさんいると思いますので、まあ、自宅でもしっかりキックボクシングを楽しめるように、あまりねそのフィットネスだったり体を動かして健康になるよっていうこともそうなんですけど、やっぱりその僕たちはやっぱり武道を通して戦うっていうことを真髄に置いて、あの、教えていきますので、うん、まあそうしたことでね、一般の方も、初めての方もやってみて、うん、まあ体だけじゃなくて心もしっかり強く、あの、なっていく必要が今の時期あるんじゃないかなと。そしてこれ英語字幕がつくので、まあ、僕たちも実際、あの、海外行った時に、すごくこの、コーチはやっぱり英語で喋ってくるので、うん、そういう時のこう、ワードとかもね、その単語に出てくるので、勉強にもなると思うからね、うん、日本人の人たちも世界でやるってなるのは、もっともっと増えてくると思うから、そういう時にもこう、使える動画になったらいいなと思ってます。はい。はい、では、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず、一番最初に教えていきたいのは、構え方からです。うん、で、キックボクシングの構え方、体の使い方は結構独特です。まあ、武道、空手、よりは重心が少し高かったり、ボクシングよりももう少しこの膝を使わずに足首を使ったりっていう、細かいことはたくさんあるんですけど、まずはキックボクシングの、構えの基礎を教えていきたいと思います。はい、でまず一番僕が最初にね、話しておきたいのは、その、僕たちがこれから教えるキックボクシングは、形、やり方だけではなくて、しっかりその精神的なもの、そこにどうそういう構えのルーツが来てて、なのでこう構えるみたいな、しっかりと精神面から教えていきたいと思います。じゃあまずね、形だけじゃダメなもんって言ったらやっぱり戦いなので、戦いは形だけ上手くなって戦えるわけではないので、しっかりそこに、気持ちがこもって、どういう意味があってこういうことをしてるのかっていうのを教えていきたいと思います。はい。で、まずは構え方は、まず僕たちキックボクシングのルールは3分、3ラウンド戦うんですけど、パンチが当たって倒れたらダウンになってしまうので、ポイントを取られてしまうので、なるべくこう倒れないように、戦います。で、まずは、気をつけをします。はい。で、右利き、左利きの方いると思うんですけど、右利きの方は、右足を肩幅、足の肩幅に開きます。肩幅の大きさですね。うん、そう。左利きの人は、左の方から肩幅に。まず左に。いいだね。ね。そう。で、まず肩幅に構えます。で、右足を、今肩幅の方向から正方形をイメージして、左の端だね、上の左端に左足を置きます。で、右は右端に置いとく。となると、足がね、こう、揃っちゃったり、真正に向きすぎたりっていうのがなくなるので、しっかり覚えやすい、構えが、取ることができます。ので、まず左端、右足の正方形をイメージして、構えてみてください。で、足の形はこっちですね。で、つま先です。前足のつま先、どっち向いてるかって言ったら、必ず、向かい合った時、相手がいると想定した時に、相手のおへその位置、
にしっかりとつま先が向いてるようにします。これは、つま先が力の向きだと思ってください。今後、キックをしたり、パンチを打ったりしますけど、教えていきますけど、このつま先の筋肉っていうのがとても重要になってきます。これは、つま先の位置は、力の方向だと思ってください。僕たちの今から教えるキックボクシングも、その日本の伝統文化である、武道を、中心になって、その構え方だったり、動き方っていうのがあります。ね、世界で言うとね、侍って言うくれるんですけど、本当にそうで、昔は袴を履いてた。ね、曲げを、つけてた。で、ふんどしをこう締めてました、日本人は。で、なぜかというと、やっぱりこの足の向き、袴を履いて、袴っていうのはこの、ちょっと長い裾のズボンみたいなんですけど、そういうの履いてましたね。その足の動きを見られないためです。ね、一対一だけじゃなくて、多数と戦うときに、つま先がどっちを向いてるかで、相手を倒す方向が決まるね。で、つま先がこっち向いてるのにこっちの人にはあまり強く蹴れない。でも、つま先が向いてると、こっちの人が、あ、攻撃されるんだなって分かりやすくなってしまうので、攻撃の方向性を隠すために袴を履いて、隠してくれ。つま先の位置っていうのはすごい重要です。で、ふんどし、締めるのはよく、僕たちは丹田に力を入れろって言うんですけど、そのお腹をしっかり立てるってことです。チャックを締めるときにちょっとキュッと。こう、お腹が出てる人にキュッと。そう締めます。そうすると3人しっかり重心が押します。で、この曲げもそうなんですけど、つむじからしっかりと天井から引っ張られてるようにすると、横から見ても、その仙骨のところで頭がまっすぐこう構えてますよね。こう反ったり、こう丸まったりしないように、まっすぐこう構えられるようになります。この3つのポイントを意識してね、構えていくんですけど、つま先の位置はまずは相手の、おへその位置、こういうふうにしたいところにしっかり構えます。で、今は、正方形に構えたら、お腹しっかりと引いときます。ぎゅっと。そう。わかりづらい人はチャック、ジーンズのチャックぐっと引いたりですね。で、グーの握り方ね、意外とわかんない人多いので、しっかり押していきます。小指からこういう風に押しておきます。で、しっかりこの指を親指で押さえた感じ。これがこっちにこうなったりするとね、手叩いた時に親指となっちゃうので、しっかりと指を押さえます。で、このまま、この指の方向を頬の位置にしっかり。持ってきます。で、手は、ハの字ぐらいがちょうどいいです。ね、こっちでも。どこでもならないようにね。そう、ハの字ぐらいです。で、左手、右利きの人は左手を、拳1個分少し前に出しておきます。左利きの人は逆ですね。左足が前で、そこっち。拳1個分前に出しておきます。こういう風に構えておきます。で、手はハの字ね。で、お腹を引いて、つま先は相手の方向を向ける。これが基本的な構え方になります。もう一度おさらいして教えていきたいと思います。まずは、気をつけです。で、右利きの方から教えていきます。まずは、右足を肩幅に。で、正方形、肩幅のとこから正方形を意識して、左端、右下に置いておきます。で、小指はしっかりと握っていって、グー、拳を作ります。そしたら、まずはカム。で、ここからつま先は相手の方向を向く。お腹はしっかりと立っておく。引いておきます。そう。これが、基本的な構え方になります。で、ここからね、こうすると、前から押されても耐えれるし、横から押されても耐えることができます。ね、これが足が揃っちゃったりすると、横からこうやって攻撃されたらバランス悪くなっちゃうし、足が揃っちゃったりすると、こう揃っちゃったりすると、前に押さえた時にバランスが悪くなるので、しっかりと正方形意識して立って、お腹は引いて、重心を下に下げていきます。そう。で、手は拳はパンチ打っても、キック打っても、対応できるように、高く、頬の位置に押し込みましょう。で、僕たちは顔だけじゃなくて、お腹も殴られるので、しっかりと肘がこうやって開いちゃったり、閉じすぎちゃったりしてもね、バランス、フックが来ちゃったりするので、ハの字に構えていきます。これが基本的な構え方になります。そうすると、まあ、攻撃することもできるし、しっかりとこっちに流すこともできる。流すこともできる。ね、構え方は攻めるためだけじゃなくて、防御するためにもしっかりと、機能するように、防御と攻撃がしっかりできるように、構えを作っていきます。はい、これが基本的な構え方になります。次はサウスポーの構え方を教えます。まずは気をつけです。で、サウスポーっていうのは左利きの人が構える構え方です。
なので、まずは左足を肩幅に広げます。で、ここから正方形を意識して足を、そう、右、今度は上の端、左の端に置いときます。そう、で、小指をしっかり、小指からしっかり握っていって、拳を作ります。親指を押さえて、ここの位置です。で、手はハの字。しっかり構えて。で、サースポーの方は、右の手を、左の拳の拳1個分ぐらい前に構えていきます。で、つま先はまっすぐ前。お腹はしっかりと引いておく。これですね。これは基本的な構え方です。はい。で、これ、基本的な構え方が分かったら、すぐに、せーの。そう。一瞬でこう構えられるように。自分でね、何回も。パッと。何回も。一回でこのポジションがすぐ作れるように、練習してみてください。一番ね、最初の基礎、中の基礎の構え、うん、とても重要になります。僕たちの試合見てもね、本当に基本に充実な構え方をしてます。ガードが下がってしまったり、目尻にこうやって打ったりしません。うん、まずこの基本の構え方からしっかり戦うっていうのができています。なので僕たちは体がそんな大きい方ではないんですけど、すごく力が強いです。なぜかというと、この構え方に、秘訣があります。大きい選手が来ても、体重同じでも、重心値が低かったり、その体の使い方が上手い人の方が、やっぱり一緒にぶつかっても、体重が軽くてもね、重い人を吹っ飛ばすことができるぐらい、日本の武道にはお相撲っていうのがあるぐらいね、体重関係なく、力の使い方で勝負できるような、体の使い方を、しています。この武道も全く一緒なので、体が小さくても大きくても関係なく、重心値を意識する。あとは構え方のバランスを意識する。を、意識しながら、構え方を練習してみてください。はい。それでは、基礎中の基礎の、構え方を、教えました。頑張ってみてください。はい。ありがとうございます。で、今日は、1個目、構え。YouTube でこの、うん動画がいいなと思ったら、いいね。そして、YouTube の登録の方、よろしくお願いします。よろしくお願いします。